いやもう早いもんで年末ですよ。早いですよね。12月最後。いやもうね、もう毎年思うけど、はい、あっという間よね。毎年この早いよ ね、まあ、ね。ほんまに来てみるとね。ほんまね。あっちゅう間ですよね。ほんまに12月もあったかな。でも2月ぐらいか飛んだんちゃうか。はいはい、あの、うん、かよこさんだって秋ぐらいからちょっと飛んでるっていうのがあるから。あ、そっか、うん。そうやわ。そうですよ。あの普通に入ってきてますけど、かよこさん空いてますから間。あ、セーター、あ、皆さんお久しぶりです。あ、そうでした。そうですよ、私お久しぶりやったわ。ごめんごめん、はい、もうここ。いつぶりですか。え、2ヶ月ぶり。あ、もうだから2ヶ月飛んでるんですよ。あ、そうか、余計、ね、余計早く感じる感じ。そうですよ、そういう感じか。いや、もうね、このね、マイクスタンドの前だったらもうね、喋りたくて喋りたくてね、もうご挨拶もせんと、すいません、皆さんお久しぶりでございます。しれっと始まりましたけど。普通に2ヶ月空いてない感じで入ってきましたけどね。そう、普通にね、またかも毎週いるかのごとくね。まあね、馴染むでしょ。いや、止まらないですね。止まらないでしょ。はい、すいません、久しぶりに入ってね。隣にイケメンの方いらっしゃるんだけど。そう、初めて、始まりました。いない間に、あの、はい、新しい、ね、そう、新しいイケメンがもうポカーンってしてますよ。ねえ、はい、びっくりしました、大きいのがね。そうそうそう、男の子一人やったはずやのにね。そう、あの、ガクン自己紹介を。あ、じゃあガクン、はい、どうも、はじめまして。はい、あの、この間、2、3回ぐらい前からそうですね、ですかね。うんうん、はい、学です。学、はい、学とは、あの、あれですか、山岳の学ですか、それとも学ぶの学ですか。学ぶの方の学なんですよ。 あ、学ぶ、あ、いい感じやね。いいでしょう、ね、そこ気になります。わ、はい、からん。そもそも山岳の学ってあるんですか。いや、私もテキラの学、山岳の学やと思い込んでたから、 あ、そっちかと思って。私もあの、最初 G 見た時、学ぶくんかと思ってて。あ、あ、そっか、そう読みがちよね。よう間違われるんですよ。ね、そっか、じゃあでも学ぶね、その字のごとく、はい、学んでください。これからどんどん学んでいこうかなと思って。久しぶりに来た先輩から学んでくださいと、はい、いろいろ盗んで、もういろいろ盗ましてもらいますわ。あ、頑張りますわ、関西人。あ、関西人ですね。そうそうそう、関西人2人揃ったら怖いよ。いや、だからあの関西枠1人にしようかなって思ってたんですよ。あ、じゃあ今日どっちか決まる感じ。あ、かもしれないです。どっちか1回マイクシューンってなるかもしれないですね。シューンなります。関西枠強いですな。止まらんからね。止まらん、パワー強いからね。そうですよ、ガックン今日負けないように頑張ってください。頑張ります。はい、あの翔一さんもあのニコってしてますけど頑張ってくださいね。はい、どんどん細くなってから、ごめんごめん。はいはい、あの行きますね。はい、はい、みんなで頑張っていきましょう。はい、それでは今日も元気にお届けしたいと思います。今日のお相手はトイステージのゆいとかよことガクと翔一です。それではトイステージラジオスタートでーす。それにしてもゆいちゃん、はい、頑張ってるよ。あのね、もう頑張れてますこれ。頑張ってるよ、もうそのちいちゃんからだってよ、頑張ってるよ。まずもうこの大きい二人相手に、ね、もう壊れて。そうですね、でも大丈夫、ゆいちゃんね、たぶん強いと思うから、心は、はい、だから絶対大丈夫だと思う。いや、頑張ります。またペンペン、もうシャシャって足あったら、先輩。いや、でもね、なんか私前このラジオでも言ったと思うけど、気持ちだけでも大きく持ってた方がいいよ、はい、うん、言ってくれましたね、みたいな感じで、うんうんうん、あの本当はめっちゃビビってても、うん、ビビってません、私。全然大丈夫っす、どんとこいぐらいな感じで、うんうんうん、いける、ゆいちゃんならいける、頑張ります。もう今ね、もう皆さんには見えてないと思うけど、もうノート片にね、もう言うことで必死に変えてはるんですよ。でも私のせいだから話せない、これが。そうなんですよ、せっかくしょ。そうで、しかもあの見ててもどこ見てるか分かんなくなっちゃって。分かる分かる分かる。いやー、なんかあの前はあのかよこさんがこう、うん、メインでこう、そうやね、お話ししてくれて、うんうん、私今立ち位置がね逆ですもんね。そうなのよ、なんですけど、この気楽ポジションよ私。もうだから私前からものすごい緊張してたけど、はい、もうこっち側のがものすごい緊張します。まあまあね、わかるわかる、いろんなこと考えなあかんしね、はい、うん、でもいや、すごいあのね、実際その生でイベントをやるとかいうときにすごい役立つこといっぱいあると思うから、はい、頑張って、はい、めげずに。ありがとうございます。あの、うん、だから定期的に遊びに来てくださいね。定期的にね、はい、チェックしてくる、はい、来るわ。2ヶ月に1回ですか。2ヶ月に1回ですか。
結構短めですけど、ちょいちょい、はい、来たいと思いますので、はい、男どもでかいな、2人とも182ありますからね。でかいな、なんか圧迫感が、このスタジオそんな広くないから圧迫感がすごいあるわ。もうほんとね、最初ね、ガクさん来た時にもう平均ね、身長上がったねって話してて、なんてなんて、もう今ちょっと年齢入りましたね。平均身長ですわ、身長上がらずね、身長上がったねって、ね、翔一さんも2ヶ月に一遍チェックされますからね。お前やで、点数上げてってね、はい、頼みますよ。頑張ります。まあいいですね、皆さんにこやかに、はい、ね、まあ楽しいですけどね、人数も増えたんで、あ、楽しい、はい、よろしくお願いします、今日は。はい、ガク君、はい、とりあえず佳代子さんのこと見つめてますけど大丈夫ですか？ずーっと見てますけど、ほんまめっちゃ喋るなと思ってすごいなと思って。なんで関西の人ってみんな喋る感じじゃないの？いや、みんな喋るんですけど、はい、輪をかけて。ほんま、はい、そうかな。え、こんなん全然序の口よ。いや、佳代子さんまだまだ全然エンジンかかってないですよ。全然普通やで、ナチュラルよ。ナチュラル佳代子よ、これ。ナチュラルでそのクオリティですか？全然よ、こんなん余裕よ。止まんないな。止まんないですね。止まんないな。楽しい。もう久しぶりからやっぱちょっとね、テンション上がっておりますわ。そうですね、はい、じゃあまあ年末なんで、はい、はい、最後みんなで頑張っていきましょう、うん、はい、はいはい、それでは今日のテーマに行ってみたいと思います。今日のテーマはプレイバック2016。プレイバック2016ということで、プレイバック、プレイバック、あ、飛ばしてますね。最後の一発まで、はい、せーの、ラララララでしょ。はい、じゃあ行きましょうか。めっちゃ楽しそう。最後の一発やってないよ、まだ。この怖いスルーやったよ。怖いわ。どう返せばいいか分からない。ごめんね、もうこれプレイバックって言ったらこれしようと思ってて、すみません。ついてこいよ。でもね、曲出てきますよね。出てくる、出てくる。はい、じゃあまあね、上半期ぐらいでいきましょうか。なんかまあ、1年丸々振り返っていくとちょっとね、そうやね、言うこといっぱいあると思うんで、はい、上半期、まず上半期で、その後下半期いきましょう。はい、はい、行きました。上半期、まあ何かじゃあ大きい出来事とかですかね、うん、私から言っていいですか？私トイステージに参加し始めたのが、まあ、夏くらいからなんで下半期なんですよ、うん、なんでちょっと上半期全然関係ないんですけど、まあ大人も、まあ、いつまで経っても子供の心忘れないなって思ったのがあって、前にちょっとアルバイトをしてたお店が、うん、モータースポーツをこう取り上げてるお店だったんですよ。モータースポーツを取り上げてる、モータースポーツって言ったらちょっといろいろ出ちゃうんですけど、車とかですか？車、 F1 をメインにちょっと扱ってるお店で、はい、飲食店なんですけど、こう車乗りながらここ、ね、それはちょっと違うんですけど、常にレースの様子を流してて、じゃあそういうの好きな人にはたまらん感じ。そうなんですよ。だからそういうお店ってあんまりこう何店舗もないらしくって、うんうん、全国からレースの日にね、貸し切りでレースイベントみたいなのをしてて、うん、で、まあ、全国から来るんですよ。たまたま出張が時期に被ったんで、夜だけ開けてきました、接待なんですけど開けてきましたみたいなおじさんとか、そう、じゃあゆいちゃんこうレースクイーンみたいな、いや、それがねパパみたいな、ね、ハタパーみたいな、違う、踊り狂ってますけど、かよくさん、ちゃんとイメージそうだろ。ラジオよりめっちゃ動きますね。もうね、全然普通なんですよ。こっちサイドはもう普通で、ただまあお店にはヘルメットとかレースの写真とかも飾ってあったりとかして、でもそのレースに見に来るのが、うん、もう結構おじさまから10代の子までもうみんな見に来るんですよ。幅広い。でね、レース見ながらみんな口開けてテレビ見て、でも好きやからね、って言いながらもうこう見てるんですけど、見方が黙るとこ一緒なんですよ、全員。こうカーブのギリギリのところで一回みんなシーンってなって、超えた瞬間もう喜ぶ人と下がっちゃう人と、もうブワーって盛り上がって、そういう人の見方があるんやね。うん、なんかもうあんまり車とかあんまり興味ない、うんうん、女の人とかね、あんまり興味なかったりするんですけど、ね、まあ、女の人も来るんですよ。そういう人は車がっていうよりもレーサーがすごいかっこよくて好きとか、そっちそうなんですよ。だからまあ見てるともみんな少年の顔してるから、ちっちゃい子も ね車好きな子いっぱいいるから、あ、そっかそっか、ちっちゃい子でも見れたりするのか。そうなんですよ。それでラジオ、東京 FM のお仕事させてもらった時あったじゃないですか、あの時もモータースポーツが好きでっていうことをものすごい話が盛り上がっちゃって、なるほどね、
すごい、まあ、面白い。そんなことありましたよ、上半期。ゆいちゃんのレースクイーンを見たかったわ、私。レースクイーンはね、ちょっとね、やってない、うん、やってないかも。じゃあ今度、じゃあ忘年会でも。忘年会でそれ来て、来て、うん、恥ずかしいな。はい、次誰か行きません。はい、じゃあ翔一さん。はい、はい、僕はですね、あの上半期といったらやっぱりあのこのトイステージラジオに、まあ、まあ本当ね、一発目から参加させてもらったってとこですかね、やっぱりね。私いない時からですもんね。そうですね、はい、そうね、まあ、ちょうど本当ね、一発目からで、まあその時もかやこさんから、かいこさんもう聞いちゃってますよ、かやこさんの前だから。もうね、かやこさんがね、はい、もう毎回毎回ね、いろんなことね、無茶振りしたりね、いじってきたりね、もう華麗にスルーしたり、無茶振りとかさせられたから、僕ちゃんと答えられませんでしたみたいな感じ。くれたしみたいなね、こう、もうね、カレーね、もう僕が言ったことでもね、カレーにする、じゃあ次行ってみようみたいなね、もういつもでしたからね、そんなのでね、切り替えがあるね、正直はね。もうバスバス行くよ、もうね。バスバス、まあ、でもね、まあ、こうやってね、かよこさんがね、はい、そうやっていろいろなことで助けてくれたから、まあこうやって未だにね、頑張ってやっていけてるなっていう風にちょっとかよこさんをね、持ち上げて、うん、もうな、めっちゃ喋ってるけどな、全然気持ち伝わらんねん。全然伝わらんねん。いや、ほんと思ってますよ、もう心の中、はい、なんで今日かよこさんいるんだみたいな感じなんじゃないですか。口だけ動いてるけど、気持ちついてきてもう困ったもんですよ。いやいや、そんなことないですよ。まあ、そんなとこですかね、僕の反響はやっぱしね。はい、ね、これからも頑張って、はい、いじられ倒してください。あの、頑張って私がいじっていこうかなと思います。バン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 、もうやっていいよ、やっていいよって書いて、あの、許可が下りたんで、頑張りましょうね、翔一さん。これから楽しみですね。バスバス行って、はい、じゃあ、学校ガックン、はい、はい、ガックンの上半期は、そうですね、今年の1月に、はい、あの大阪からこっちに移ったんですよ。あ、今年来たんだ。今年からなんですよ。うんうんうん、でこっちでまあいろいろバイトもして、はい、仕事もしてなんですけど、はいはいはい、もうバイト先で、はい、まあ普通に喋るとき関西弁なんですよ。はいはいはい、で今も関西弁で、うん、そうだよね。で細かいところが伝わらへんなっていう、はい、ふうに気がついて。関西弁の、関西弁って結構でも、ね、みんな馴染んでるかなと思うけど、そうなんです、僕もそう思ってたんですけど、うんうんうん、あの新品のことなんて言うと思います？新品、新しいもんでしょ、うん、え、関西では、うん、皿って言うんですよ。皿言うね。言うでしょ。かよこさんも新品って言ってましたよ。言ってましたよね。新品は新品。関西のかよこさんもね。新品、皿、さ、まあ、皿、両方言うな。そうなんですよ。皿って言ったらそこ分からん人いるかな。もう本当にだから、皿のグラス取ってって言ったら、いや、皿かグラスかはっきりしてよってなるんですよね。どの皿ですかってなっちゃいますね。キョトーンとされて。なるほどね。多少あるかもね。それちょっと地方、なんか関西弁というか、ちょっとそれってさ、なんか大阪の中でもちょっと地方によって違ったりするやんか、言い方が。そんなんなってくると余計こっちの人は分からへんのかもしれへんけどね。なんだろう、なんかあるやんな、細かいな。そうですね、なんか好きな食べ物の話になった時に、うんうんうん、鶏の仕上げが好きなんですよ。で、関西では、うん、柏って言うじゃないですか、鶏肉のこと。柏いますね、はいはい、います、います。柏の塩焼き好きやねんって言ったら、うん、柏って何ですかってなりますよね。キョトーンとされて、うんうん、え、柏ってなって、いや、それは分かんないかも。分かんないですね、やっぱり関西弁っていうか、物の言い方がかな。それでも、ね、関西弁はね、通して言わなあかんよ、うん、そうですね。これは柏やって言ってな、これは皿やって言ってな、もう浸透させていくねん。そんな、でも関西弁それくらい威力あるから大丈夫。ありますか、威力は。確かに共通、なんて言うんですか、あの標準語か、標準語に寄せてく気はないんですか。ないよね。そうですね、ないですね。あやこさんはない。私ない。私関西弁がいい。ね、東京に住んだ、はい、あの先輩とか後輩とかも話聞いてたら、うん、もうどん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 標準語になってって、関西人の人と喋るときだけ関西弁出るわってな言ってるんですよ。あ、そっか、俺もそうなるんやなと思ってたんですけど、うんうん、もう日に日に強くなっていくばかりで、いい傾向それ。もうどんどん出していこう。どんどん出していこうと思います。それ、ね、来年もじゃあ出していく感じでいくんですか。そうですね、もう今後一生なんか言った、なんか言った、面白いな、だから考えて1年後めっちゃあの僕はみたいななってそう、なってそう、なんとかでみたいなのが出てる。いや、もしかしたらこのトイステージラジオでも3人とも関西弁になっちゃうかもしれませんね。お前やね。いやー、じゃあちょっとね、うん、あの関西弁結構盛り上がりましたね、今ね。お前やね。かよこさん喋る時間なくなっちゃいましたね。ちょっと間が過ぎてるよ。なんじゃあちょっとね、あの後半でかよこさんの上半期から始めましょうか。はい、はい、それじゃあ続きは後半で。トイステージラジオ
く楽しみだ。はい、それじゃあ後半です。はい、じゃあ、かよこさんの上半期の出来事からいきましょうか。はい、はい、もうちょっとさっきね、喋れなかったからね。そうそう、あの関西弁のね、2人が盛り上がっちゃうから。盛り上がっちゃったね。盛り上がりますよね。関西弁2人で繋げたらダメですね。もうやばいよ、やばいよ、止まらんよ。いや、ほんで、ないっけ、はいはい、あ、そうそうそう、私ね、このラジオでも多分お話ししてると思うんですけど、はい、ね、今年の2月かな、ね、はい、私ずっとちっちゃい時からクラシックバレエを習ってて。あ、そうですね、今もお話ししますね。で、あの、まあ、今は結構そう、子供たちに教えることが多いんですけど、はい、でも教えていくとやっぱり、ね、自分のレッスンが結構あのできなくなってきたりして、そうそう、ちょっとやばいな、やばいなと思ってたんですよ、はい、体がこうなまってきてるというか、その自分がもともと持ってた技術を下がってきてるんじゃないかみたいな。ストイックに、ストイックに。かっこいい、かっこいい、ほんまそんな降りたのじゃないけど、なんかちょっとちゃんとだからやりたいなと思って、はい、鍛え直したいなと思って、でたまたま、うんうん、まあ、たまに通ってる教室があって、はい、そこの先生すごい崇拝してて、まあ、その先生の話も結構このラジオでしてるんですけど、はい、その先生の発表会があるということで、はい、ちょっと頑張ってみようかなと思って、発表会、自分の発表会、出る、はい、自分の出る発表会って結構久々になりませんか？めっちゃ久々、はい、で、しかもバレエやからトーシューズ履きます。えぇー、トーシューズね、若田さん、つま先立ちのやつよ、わかる、ご存知、あれはかなりの技術が必要なんです。で、まあ、トーシューズも、その5歳から始めてて、高校生まではやってたけど、高校卒業して以来履いてないんで、全く、はい、私もそんな感じです。え、どのくらいですか、じゃあ。え、どのくらい履いてないんですか、じゃあ。え、だからまあ、それ年は笑いやんか。バレだ。はいはいはい、そこは告知尺でね。そんな立てないことにしといてくれるかな。まあ、まあ、まあ、何年かぶりですね。何年かぶりにね。あれ、1年でも履くとね、結構立てなくなるのよ。あ、うん、体がちょっとやっぱ変わってきちゃうから。はい、で、もうだからその体をもうその、投手で立てるぐらいの体に、なんていうのかな。改革、うん、なんていうか、鍛え直すみたいな、鍛え直して、そうで、まあ、なんとかたあのトーシューズ履いて、はい、あーだこうだできるようになって、で、その、まあ、バリエーションって言って、その一人で踊るっていうのが、はいはい、バラって一人でこうでこれ踊りますって決めて、もうだからそう、1、もうだからその年末で、去年の12月ぐらいから、12月、1月、ね、2月の発表会とか、もうそこの3ヶ月ぐらいはもうマジバレー漬け、あー久しぶり。うん、でもなんかそこでなんかまたいろいろ勉強になったっていうか、はい、まあ、そ、自分の体ももちろんそのまだトレーニングしてなんかいっぱい勉強したいけど、それプラス、はい、教えられる側になってるわけやん。そうですね、は教える側やったから、うんうん、こういう風に教えてくれたら受け入れやすいんやとか、あ、こういう時はこう言ってくれたらいいんやっていうのがこう分かって、なんか生徒の立場になれたっていう、久しぶりに。だからそういうムーブにもすごい勉強になったし、すごいいい経験をしたと思うとか、出てよかったなと思って、大変やったけど、そうそうね、まあ一応発表会も無事、うん、なんとか、はい、まあ、まあ自分の納得いくぐらいまではできたから、はい、じゃあここで、うんうんうん、あの一回かよこさんのその発表会の時の写真を見せてもらってで、ああなるほど、あるんですか、あるかな、あるかな、ちょっと探してみます、取り出しておいてください、うん、あったら出てますはい、ごめん、喋りすぎた、そんな感じでした。いや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 、はい、なるほど、素敵な、うん、鍛え上げた、そうよ、感じで上半期は、はい、鍛え上げました。はい、後半、上半期、うん、あ、下半期ですね。そうですね、はい、夏以降ぐらいですね、うん、私は、うん、夏から、まあ、トイステージに参加させてもらって、はい、まあ、夏にね、おもちゃ王国かよこさんと一緒にやったね、はい、はい、初ステージですよ、私。そうや、そうや、で、あれが初ステージだったんですね、はい、初なんで、うん、もういろいろ喋りたいんですけど、はい、あのね、覚えてない。あー、いや、あー、でもそれすごいわかる。私も、うん、私結構そうやった、ずっとしばらくイベントとかやっても、うんうんうん、もう なんか気づいて終わってたみたいな。そう、だから始まる前にすごいトンボが飛んでたなっていう思いと、うん、トンボが飛んでた、めっちゃトンボ飛んでたんですよ、その時夏に。結構山の方やってね、はい、そう、山の方ね、涼しいから。で、あと終わって、ありがとうございましたってかよこさんに言ったのと、うん、もうそれぐらいしか覚えてないいや、そら初めてやし、緊張もするしな。でも、ある意味それはちゃんと集中してたってことじゃない？ね、多分ちょっとだから、ね、その時さ、アイスクリーム食べたかったんですよとかさ、そんな言われたら勝手やけどアイスね、さっきもちょっと食べちゃいました。食べてもよう食べはんねん、この人ちっちゃいのによう食べはんねん、アイスクリーム。一人でいいよって言われて、ものすごい半分ぐらい食べましたけどね。もうよう食べてはんねん、本当にもういいんです、アイスはいいんですよ、もう。アイスはいいか、ごめんごめんまあね、ちょっと、まあ、初舞台、あんまりちょっと記憶飛んじゃって覚えてないですっていうことでした。あ、でも分かります、分かります。あ、なる
すごい思い出っていうか、うん、思い出は思い出ニュースやね、はい、下半期のね、はい、そっか、じゃあどんどん、はい、翔一さんかな、じゃあ次、うん、私ですか、はい、もう下半期と言ったらね、なんかなと思ったんですけどね、はい、僕ね、人生初めてでぎっくり腰になったんですよ。おぎっくり腰なったことありません、かよこさんの落ち着いたおお。かよこさんなったことありません、なんかこの中で一番かよこさんがなってるかなって感じがするんですけど、はいはい、どういう意味かな、それは。いやほらまあバレエやったりとか、やっぱ酷使してるから、腰もね、体使ってるからね、それはってこと、一番なるかなと、腰がとかいうことじゃないよね。いやいや、そんなことは私もお口にチャックです。はい、かよこさん、私はなったことないです。あ、なったことない、僕もないですね。私もないです。ないですか。はい、翔一さん初、もう初ぎっくり、ね、なっちゃって、もうね、痛いらしいね、まあ、痛いんです、もうあの痛さ想像できます？いや、でけへん、でけへん、そうなったことないんだよ。そうですね、もうなっちゃったのかな、じゃあまあ、はい、ぎっくり腰になりました。あもう、ね、じゃあ、ガクン、終わりでいいですか？はい、どうぞ。いいよ。そうですね、下半期、はい、ですね、うん、僕今浦安に住んでるんですよ。はい、ああ千葉県浦安市、はい、浦安といえば、はい、あ、お、なんだ、夢の王国、お、夢の王国、夢の国、夢の国ですね。国か王国じゃないな、もう自転車でもう10分で行ける距離にあるんですよ、うん、めちゃくちゃ近いですね。あら、うん、それは僕ね、はい、もうそれやからね、うん、それやからね。年間パスポート買ってまいりましたよ。あ、わあ、あれね、夢の国ね、夢の、あそこね、夢の国へのパスポート、ね、ちょっと帰りに寄ろうかなとかできるってことですよね。そうなんですよ。え、好きなんや。そうなんですよ。え、でももともとでも大阪におったわけや。そうです、もともと大阪におってて、大阪におった時もそのために来たりとかしてたん？はしてなかったんですけど。いや、こっち来て、こっち来て、もういきなり浦安に、え、初めて行ったわけじゃないでしょ。いや、もうだから最後に行ったんが小学校3年生ぐらいで、結構前、かなり昔で、うんうん、でもう久しぶりに行ったらめっちゃ楽しくて、はー、へー、いいねー、でしかも近所やし、いつでも来れるからって言って年間パスポート買って、いいなー、もう行きました、結構行った、もう結構行きましたよ。もう元取れそう、もう元を取ってます。あ、元取れ、すごいすごい、取ってますよ、素晴らしい、すごいな。いや、ほんまにああいうとこって乗り物に乗るもんばかりだと思ってたんですよ。ちゃうんですね。ちゃうんか。ちゃうんですか。ちゃうんや。パレードとかショーとかがあるんですよ。そういう楽しみもね、ありますから、ね、あれ、私もそういうとこでさ、もうさ、こうみんなこうね、カチューシャとかつけてさ、あ、そこにしかできへんやみたいな格好して、あの見てる人とかおるやん、そっち系、そっち系ではないんですよ。あ、それしてほしいわ、みたいな、後ろから写真撮りたいわ。はしゃいでるとこね、ちょっとね、はしゃいでる、はしゃいでる、あー、やってるね、やってるね、みたいな。なんかもう、かよこさんお母さんですよ、それもなんかまるで。なんかそういうの見つけたくて、普段そんなしそうじゃないとかさ。でもなんかね、あの、ガッくんいじりたくなる感じわかります？わかる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 。なんかあの、しかも、あの、女の子のキャラクターのとかをつけてほしい。あー、やってほしいね。どういうことですか？リボンとかついてる方やってほしいね。そうそうそう、あの、でもね、つけてんの忘れて歩いてそうですよね。ねえ、そんなこと話してたらちょっと、かよこさん、あ、ほらこれ、またそうなんですよ。じゃあかよこさんの下半期ちょっと、うん、はい、パパッとお願いします。パパッとはね、もうね、もう本当にトイステージね、はい、参加させていただいたので、ラジオも卒業したけども、まあでも今後ともトイステージを頑張りたいなという下半期でございますので、はい、はい、これからもよろしくお願いします。はい、嘘、そんな本当に普通にいい話で終わっちゃいます？まとめたでしょ。あ、すごい、綺麗にまとめたでしょ。さすがですわ。これやで、そう、あの、これやでって、あの、かよこさん見えてないです、見えてないです。腕ね。はい、以上、はい、プレイバック2016でした。トイステージラジオ、はい、なんかいろいろありましたね。あー、いっぱい出てきたね。あの、ここで会う以外の、うん、新たな一面的なのも、そうやね、ありましたね。あー、いろいろ知れて面白かった。皆さんね、あの、うん、ちょっと遮っちゃった。あの、いい年でした、今年。いい年やったよ。そうですね、いい年、なんか私は結構いろんなことがあって、なんか充実した。あー、いろいろあったな。あー、
発表会出て、はい、もういっぱい そっから始まりの感じやからね。でもすごい充実したいい年やったと思う。へー、うんうんうん、はい、まあそんないい年やった、はい、この1年、はいはいはい、あの1年の始まりに、トイステージラジオ、ゆいちゃん知らないと思うんですけど、はい、そうですね、私、はい、うん、ある早口言葉をやったんですね。ある早口言葉、なんか、はい、なんか、うん、なんか思い出すな、はい、やりましてですね、はい、で、まあ、結構難しくて、で、1回やっても、その時みんなとも、私も含めダメダメで、で、ちょっと1ヶ月、2ヶ月ぐらい練習して、またやりましょうって言ってやって、はい、その時も、まあまあみんな、まあまあ、あ、でもよくできたけど、結構やっぱ難しいなっていう結果で終わって、だから今後もこれ練習していこうっていう話になったんです。はい、しましたね、はい、でも今年末です、うん、はい、練習してるかどうか、はい、もうめっちゃ上手なってるんちゃいます。ああそりゃそうよ。なねえ、なんだろう、なんだろう、これ生き生きしてる、ほんまに。ちょっと待って、そりゃそうでない、何かな、この流れは。はい、はい、あります、ここにその紙。何やったら暗記して言ってほしいぐらいですけど、まあまあまあ、これは私の優しさです。はい、一応プリントアウトしました。はいはい、はい、翔一さん、あ、やっぱり私ですか、翔一さん、いや、やっぱり私ですか、呼んでみそ。はい、今プリントが回ってますよ、翔一さんの前まで。はい、なんかまた見たくなかったものが。覚えてますか、大丈夫かな。めっちゃ楽しみ、はい、練習の成果を見せてください。はい、はい、ニュースをお伝えします。今日未明、なかなかカタカナが書けなかったアーノルド・シュワルツネッガー氏がエステティシャンへの転身を発表。腹腔鏡手術の手術助手とともに新書白装束姿で会見を開いたアーノルド・シュワルツネッガー氏は、シャー少佐の肩叩き機を手に新春シャンソン賞で、こちら葛飾区神有公園前発出場、神アニメだ、神アニメ中の神アニメだと断言。進出鬼没の旅客機で未知入国を繰り返していたバカなカピバラをグラナダなのだぞと痛烈に批判しました。一方、ゴルバチョフ書記長に送った調査書には、野郎コロラドの出だなと書かれており、高所作業者の車窓清掃の仕業だったことが判明。なお、シャーショーさんの肩叩き機が本当にシャーショーさんの肩叩き機だったのか、シャーショーさんの肩叩き機のようなトリンダーとトバコさんの生マダナだったのか、詳細を調査中です。よし、はい、それではエンディングです。それでは次回の予告です。次回のテーマは最初の一歩。もうね、来週の放送でちょっと新年1回目ですよ。ああ、そう、年が明けてるんですね。年が明けちゃってます。はい、なるほど。なんで、まあ、2017年も頑張っていきましょうっていうことで、1年の計は元旦にありですよ。あ、そうやね、そうですね。今年はどんな1年にしたいのか、まあ、何していきたいか、何していきたいかとか、ちょっとさっきの翔一さんの映っちゃったかな。あ、まあ、そんなことをね、みんなで話していきたいと思います。オッケー、はい、うん、はい、いや、いろいろね、みんな抱いていけばいいかなからね、決めてきてください、いろいろ考えていきましょう。はい、はいはい、オッケーでございます。はい、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。今日のお相手はトイステージのゆいとかよこと、ガクと翔一でした。来週も絶対聞いてくださいね。せーの。